お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュライルやってくんすけど、今日はねこちらのゴレスパロケットっていういかついデッキをねちょっと使っていこうかなと思います。これも拾ってきましたけど、これで実際にグラチャル12勝してる人がいるっていう真実ですよね。はい、っていうところで、まあ決して弱くはないんでしょうっていう、しかも僕もこれね3連勝すればグラチャル12勝なりますので、ちょっとね勝っていきたいなと思いますね。これで12勝は結構いかついですけどね。なんかスパーキーとゴレかが一緒っていうのはまず珍しいかな。なんかゴレロケとかなら今まであった何度かあったんですけど、ゴレスパーにさらにロケットっていうのがねまた新しいかなと思います。なんでまあ基本的にどうだろうね、防衛は硬そうですね。防衛は硬そうだけど、で最後も別になんか形作って相手が対応してきたやつ全部トリネロケでぶっ放せば、まあ、突破できると思うんで、まあ、前半どれだけ耐えれるかかなと思いますね。こっちが形作っちゃえば多分ほとんど突破できると思いますので、どれだけ耐えれるかゲーかな。はい、というところで、あんま言いたくないんですけどね、こういうこと、こういう気違いデッキでね今日やっていこうのかなと思います。よくないですからね、そこで言うの本当は。はい、マッチングがねちょっと長いですね。さあマッチング来ましたね。よろしく。なんか可愛らしい名前してる。え、待って、やばちょっと待って、違う、行くね今。これなんかもう一マスぐらい右だったらディガーキング起動できてそうだったね。ちょっと今あれっすね、なんかバグってましたね。ディガーコウモリが目の前に現れましたね。いやあれ打っちゃっていいかな、なんかもうやばい。まあでもこの濁音を絶対とはまた防衛しないといけないので、でそれ防衛したのにまたかん、おー、ジャイ間違えちゃう。あ、ジャイホリだ。ジェイホリー今使ってる人いるんだ、これ。なんか難しいやつっすね。よいしょ。いや、惜しいっすね。これだってもう、これディガーキング起動しようと思ったんですけど、なんか守れちゃいましたね、普通に。ボンバーが強い。ボンバー持ってる以上火力ありますからね。なんかゴレ出した時の逆サイ、ボンバーで守るとかも最強ですから。ここ一回、ベビーかな。スパーキーだと、まあ、スパーキーでもよかった気もするんですけど、あと取ってたんで。一回ね。で、これに、おー、美味しい。これはもうマジでちゃね、いただきます。さあ、大体できるとしたら、逆サイディガーコウモリか、おー、なるほどね。これ、ジャイなのかな？ジャイだ、ジャイでザップだった時に、全員持っていかれますね。あ、でもこれ、お疲れ。OK、金撃道。そして、まあ、コウモリ、後からコウモリがちょっと厄介ですね。後からコウモリがそう、残るので、これ、ちょっと、メガゴでね、やりつつ、ちょっとね、嫌がらせしていきます。だからもう、相手これだけできつそうですね。ザップか雪玉かが、非常に知りたいですね、僕としては。さあ、ボンバーで耐える。いいね。で、このボンバーは、相手のタワーにね、結構大ダメージ与えるので、で、ここっすね。あ、このマジでちょ美味しいですね。これはね、非常に美味しい。スパーキー展開するか迷う場面だったんですけど、そうで、あれだってもうこれで処理して、あ、おいしい。だってこれもうおいしいですね。ここだってつけちゃいますよね。僕、てか普通につけますね。つけて、なんかトルネロケットもする必要がすごいなさそうですね。なんかぶっちゃけ。マジアチャーに攻め取れねえか。まあマジアチャーうざいんでロケットかマスカとかですけど、だから攻め取れねえでいい気もしますね。これ。これ攻め取れねえで、全部。おー、スパーキーが？うい。スパーキー、ベビー、ボンバーの、このトルネーとの、ね、相性の良さ、化け物じゃないですか。ぶっちゃけ。これやばくないですか？これ絶対止まんねえな、これ。もうキング来たいですね、キング。はい。で、こんな何着てもトルネーと合わせたら、全部処理できますもんね。これ、前半守んなくていいんじゃね？グッドゲーム。さては、なんかもうね、スパーキーからの逆サイ無視して、まあでもそうしちゃうと、ワンチャンキングまでね、大ダメージとか、削られることもありますので、序盤はね、ちょっと耐えれるなら耐えていきたいところではありますね。なんかゴレ出さずにスパーキー、ダクネ、ベビとかの形作れば、それだけでもタワー1本折れたりもありそうですね。はい、というわけで。
スタンプがね、僕あれが好きなんですよ。ユーノの、わかります？ユーノのコイン、チェンってやって、みたいな、フンみたいなやつ。フンみたいな。あれがね、欲しいんですけど、このマイクアカウントだと持ってないんですよね。それがね、非常に辛い。あのコインスタンプを使いたい。で、相手が待ってくれるのは僕としては非常にね、ありがたいですね。で、勝ちたいので待ちます。勝ちたいので待ちます。動画撮ってるんで、ユニット出したいみたいなところあるんですけど、勝ちたいので待ちます。なので、スタンプ、可愛いやつでも送っていきましょうかね。皆さん何が好きですか？僕、あれなんですよね。スタンプなんかの時に整理したから。こう、好きでもない、この、ね。好きじゃないことはないんですけど、そこまで、ね。普通よりぐらいのね、ちょっとスタンプが混ざってるんですけど。ロケット星大好きですね。ロケット星と言うならコインですかね、圧倒的。ちょっとスタンプデッキをいじんないといけないですね。さあ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 。相手なんだろうね。よろしく。で、ぶっちゃけ、ここで手札が揃ってないので、ちょっと早めからユニットサイって動きます。じゃないと、今さっきのタイミングでケツゴレされると、ちょっとなんかユニット腐るなっていう、怖いなっていう感じですね。ああ、これトルネロ系かな、どうだろう。ライドルちょっと嫌っすね。エリゴレか？うん、エリゴレでしたね、やっぱり。エリゴレもう一枚来ないかな。俺の神エイム、俺の神エイム。神エイムかゴミエイムか？いや、神エイムでした。からのこれなんか、あ、これ皆さんごめん、しちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、怒んないで、みんな。ごめんなさい。今のはね、あれ圧倒的ケツスパーじゃなくてケツゴレですね。今、ケツゴレしてたら神でしたね。ああ、もったいないっていうか、別に守れるんですけどね。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ守れるんですけど、今のはマジごめんなさい。今のはマジごめんなさい。別に守れるんですけど、ここっすね。ここだから、ケツゴレしろって言ってんすよ。ケツゴレしたら、もうこれでね、多分大丈夫っす。で、攻めトルネロケットで全部ちかませば、ぶっちゃけ勝ちなんじゃないかな。だってこれ絶対勝ちでしょ。全部処理できますよ。全部。あれ。あ、もう全部美味しいっす。トルネロケ、9コスいるんですよね。問題は。問題は9コス。なんでちょっと待って。しかも相手クエイクだ。めっちゃ腐ってんじゃん。で、これどうせなら相手のタワーとと思ったんですけど、そんな、あ、待って待って、やべやべ。待って待って、やべ。当たんね。当たんねー。エイム。エイム悪す。やばいやばいやばい。エイム悪いなんてことある。これスパーキーがちょっとね、意外と出しがたい。むずいむずい。ライドがちょっとやだ。オッケーオッケー。いや、いいよ。いや、全然いい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 。そんぐらいね、やるやるやる。あげるあげる。もう逆にこれ、端前でいい説ある。お、なんかいい感じに。あー、それうまい、それうまい、それうまい。うわ、それうまい。またそれうまい。一気、うまいじゃん。うまいじゃん、やっぱ。やっぱって何よって感じですけどね。さっきからライドラがね、非常に厄介ですね。いや、これね、絶対相性いいっすわ。ぶっちゃけ。だってクエイクなんで、こうスパキ出すだけでもいいと思いますしね。耐えますよ。で、問題はマジアチャですね、これ。端めマジですげえ厄介なんですよ。この絶対来るっすよ。僕らになるとね、読んじゃいますからね。来なかったけど、いや、いい。全然いい、全然いい。オッケーオッケー。もうこれ、で、もう一回攻め、ライドラが邪魔、ライドラがすげえ邪魔。オッケーオッケー、もうこれ、ベビーの、お、ベビーで、お、いけるんじゃない？あ、来た、勝った。勝つときは、すんなりですね。で、負けるときも、あっさり、すんなり、一緒か。何言ってんだって感じですけど。いやー、これはね、多分、もっと楽に勝てましたね。もっと楽に勝てましたね。エリゴレに対して、エリゴレ対ゴレって基本的になんかデッキの組み合わせ的にゴレの方が有利になるんですよね。で、しかもエリゴレって結構ロケットがきついんですよね。ライドラーとかが全部処理されちゃうんで。ライトニングだと飛来神とかがね、意外と刺さったりして、そう、全然変わるんですけど、一番ロケットがきついんですよね、エリゴレって。さあ。まあそんなこんなで、今2連勝したっけ？あれ？2連勝したな。え、これから多分12勝っすね。勝ちたいと思います。ロイホグということはマジアチャ
ハンティング。来たー。これはね、一回ボンバーでもいいかな。ちょっとスパーキーだとアド結構取られそう。怖かったんで一回待ちますね。うん。ここまで待っていいかな。で、キングギドちょっとしたいっすね。で、あれもちょっとやりたいっすけど。うん。まあまあまあ。出してていいな。おお、箱出た。箱型からの逆サイドフグか、来ますね。で、外側の方はしっかりねメガゴで処理しつつダメージ抑えていきたいですね。オッケーオッケー。ああいいね。でコウモリはないんですね。箱っすね。スケ箱っすね。まあスケだと思うんすけど、まあボンバー出す必要もないかな別に。結局止まるんでね。さあ、これもゴルデンカ行きましょうか。これね、こう、マジアチ咲いてなかったらちょっと悩むんですけど、この相手のマジアチはゴレで受けれるんですよね。あー、で、これね、もうボンバーの許容で行くしかない。あ。あー出た。あー、もうやばい。これやばい。これやばい。逆にやピンチ。逆にピンチ。これミニピンも入るんでね。で、ハンターとかされる。やばいやばい。で、箱が降ってくると。やべやべやべ。マジで、マジでやった。マジでやった。あのね、ボンバー。ボンバーなんか射程、僕めっちゃ長いイメージあるんですけど意外と短いんですよね。よいしょよいしょ。うーん、なんかやべえ。いやー、際か。まあでも皆さん安心してください。こっからっすよね。ぶっちゃけぶっちゃけてかロケットで、あー、もう一発。オッケーオッケー。これで玉砕来てもボンバーで耐えれるでしょ。いいねいいね。相手は真っ向勝負しようとしてくれてるワンちゃん。よいしょ。これたまたまミニペッカ来たらゴレで釣れるっていう位置に出したんだけど、釣れん。お、釣れた釣れた。おいおい、いいね。今のうまくね、これ。今の位置めっちゃうまくね、みんな。真面目に。よし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 。これ、これ爆破、爆破、爆破、爆破。待って、爆破が、えって、爆破、爆破入って、爆破。これ。オッケーオッケー。あとロケット。やべやべ、圏内じゃない、圏内じゃない。あ、ベビー。オッケーオッケー。相手はこれ絶対、あれだな。撃って撃って、一応撃って、一応撃ってね。一応撃って。お前ロケットあるんかいって感じで今びっくりしてる。オッケーオッケー。でもう一回ケツスパから、あ、待って、スパーキー、フチレ、フチレ、ボンバーが落ちる？おい。いや、このデキサテは、後半最強ぐらい。後半最強じゃないですか。これもう一回、ロイフグミニピ来た時に、耐えれる5ですね。遅れてロイフグミニピ来ると話は違うんですけどね。あ、相手もさすがにね、頭を使ってきましたね。ですけど、ここを耐えれるのがボンバーですよね。いやー、ボンバー強い。で、箱が多分落ちてくるので、もう濁年も出しつつかな。箱とスケを突破したいですね。多分箱が、ああ、一回、いや、うまいですね。あ、でもスパーキーが、え、ダクネもろ、待って、ダクネもろ、うまっ。これ撃っちゃっていいかな、あれ、なんかうざくね、あそこのやつ。いや、そういうこと言ったらダメなの。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そう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 。いや、メガゴめっちゃ殴ってる。なんでからの、これちょっとむずいですね。ちょっとむずいですね。まあまあまあ。一回ね。やっぱ一回こう、防衛ですね。ボンバ使っちゃったな。こっち来ますね。普通は。これロケット2周なんですよね。うん、うん、うん。あ、待って、ボンバ強っ。え、ボンバ強くね？なんか、勝てそうなんだけど。とりあえずこれ出して、これ勝ちましたね。勝ったくね？俺の最後に皆さんに紙ロケット見せてあげますね。ほら、ピューいやー、微妙。待って待って、負ける負ける負ける。そんなことするから、そんなことするから負けると思いきや、あ、あー、強くね？ちょっと、なんか僕、決してうまいプレイとかもね、ぶっちゃけなかったと思うんですけども、さて、デッキ強いですね、これ。公式戦使っちゃおうかな、これ。ね、どうします？こんなん使って勝ったら。やっべーってなりますよね。でも逆に考えてください。こんなん使って負けたら、お前そんなん使うからだろうってなるんですよね。怖っ。はい、ということで、このえぐいデッキ、さては強いんで、よければね、使ってみてください。ロケットが、こう、ええー、みたいな、こう、不意をつけるのもね、ちょっと、いいところかなと思いますんで、では、試してみてください。チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。